ウィシーに関わると厄介だ。さっさと出ようぜ。デミゴットの皆さん、アルパジョとアラシア、レオナルドのご両親。レオナルドを知っているのか。はい、会ったのは一度だけですが、その一度の偶然の出会いが彼の人生を狂わせてしまいました。話してくれる？ぜひ聞かせてほしいわ。アウィシーウッズをうろついていたレオナルドと私が出会ったのは6年前です。レオナルドはデミゴットに選ばれたことをとても喜んでいましてね。でもたった一つ心残りがあって、それは一目惚れした美しいアウィシーの娘に恋心を打ち明けずに任務に就くこと。そこで私は提案したんです。セリンのいる校舎まであなたを運んであげましょう。お代はあなたの全財産。ほんの冗談のつもりでしたが、レオナルドは喜びましてね。私も金に目がくらんで後先考えずに飛んだんですよ。彼を抱えてね。無茶でした。私は彼を落としてしまったんです。レオナルドは打ち所が悪くて半年近く意識不明でした。やがて回復したレオナルドはとても屈辱的な事実を知ることになります。彼はデミゴットになることが怖くて逃げたと世間が思っていること、特に彼の両親が怒り恥じていることを知ったのです。こうしてレオナルドは居場所をなくしてしまったのです。ああ、もういい。聞きたくない。私はなんて愚かな母親だったのかしら。私はしばらくここにいます。話を聞きたくなったらまた声をかけてくださいね。わしはこの後悔を抱えたまま死ぬんじゃな。僕も付き合ってあげますよ。わしは陸で死ぬつもりじゃ。さてお次はどうする、フラン。アラシア。大丈夫、大丈夫だから。アラシア、本当？そうは見えないよ。聖獣と絆を結ぶのは思ったより大変ね。頭も体も疲れるわ。ああ、アラシアよ、わしが変わってやりたい。ダメよ、あなた。私、この立場を楽しんでいるんだから。とは言っても心配だ。じゃあ優しくしてちょうだい。今までよりもっとずっと。任せてくれ、アラシア。空襲、アウィシー族の空襲。ノイズも来てます。この塔は調和の象徴だぜ。ノイズで乱されてたまるかってんだ。
くわよ。
ね。頑張りましょう。落ち着いた。
番ね。頑張りましょう。落ち着いた。私の番ね。頑張りましょう。落ち着いた。
りましたよ、戻りましたよ。私の番ね。頑張りましょう。遅い。私の番ね。頑張りましょう。助かる。光よ。うん。
私の番ね。
張りましょう。落ち着いた。行くわよ。
私の番ね。
行くわよ。頑張りましょう。ありがとう。Thank you.
大丈夫。私の番です。私の番ね。行くわよ。
私の番ね。頑張りましょう。落ち着いた。大丈夫。アルパジョ。私の番で、ほっ！